こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。昨日12月24日クリスマスイブに生配信をさせていただきました。ご視聴くださった皆さん、チャット参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。生配信の最後に清流祭をさせていただきましたので、今日はそちらを見ていただきたいと思います。生配信からの抜粋動画になりますので、ガシャを弾きながらコメントを読ませていただいたりしております。かなり時間をかけてやっておりますので、ご了承いただけると嬉しいです。それではどうぞ。カモン。誰誰、やったやったやったよやったよやったよ、みんなやったよ。みんな追いつけ追いつけ、待ってる待ってる、みんな追いつくかな。マス一応今年中にあと1回生配信ある。うん、したしたい。マミリ先生、わかりました。はい、チェックチェケラ、ここテストに出るよ。生配信の日にちテストに出るよ。クリタン美味しそう。なんか栗きんとんみたい。これあるね。あ、チーズ。追いついた？みんな大丈夫？行っていい？やばい。これで、もし、一番左 LR 動く出たら、すごいことになる。すごい、すごい生配信ですよね、これね。みんなのおかげか？でもわかんないな、これ。焦りすぎ？何が？カズさん、焦ってないよ。これね、喜びですよ。喜びの舞ですよ。あ、ピックアップカプテか。まっすー。ピックアップか。そうだよね。これは、コリオアが来たら、あるかも。行くぞ。なにぴょこも来ない。あ、これは何、こういうの来た場合どう、ガーって来た。ゴーッと来たら何まだ分かってないっていうね。おぉ、はっちゃんだ。はっちゃんじゃん。すごくない？これ、つよはっちゃんだよね。つよはっちゃん。おぉ、一突だよ、一突。これいいよ。はっ、あ、そっか、ベジータ合体したらやられる確定だよね。コリンは来なかったなぁ。はい、ライダーちゃん。はい、ライダーちゃん。先日のマミリン先生の2種類のサンタコスは、生徒の心、ありがとう。よかったよかった。ほんとよかったです。マッス、熱いパターン。3枚か。SS ら3枚か。まっちゃん。悟空出たら、切り抜き確定ですよ。やります。まあ、出てない、出なくてもさ、切り抜きするよ。10連だけだから。多分、これ10連で終わる。私は。私の清流祭はこれで終わる。なるほどねー。3枚か。その中にいたりしないかな。ピックアップ、ピックアップ3枚。いや、SSR3 枚。次。ネイル。ゆっくり行こうか。みんなが追いつくまでゆっくり行こうか。まっちゃん、はっちゃん出たら引いた価値あるよねー。ほんと、少年編。評価ですよ。はっちゃんいいよいいよ。うん、ネイル。次、誰？何？トランクス？スーパーサイズトランクス、ヨーネーキー。ビクトリーキャノン。期待の新世代らしいよ。トランクス。ゆうくん、はっちゃんと来たら、ねえ、ほんとだ。確かにね。誰？ごはんくん。スーパーサイヤ人、孫ごはん。普遍の正義感。ごはんくんジャージいいよね。ジャージごはんくん、結構好きだな。ゼロリン、未来人未来人、誰？ライダーちゃん、強いはっちゃんの一突。ね、そうだよ。悟空、こっちの悟空ですか。地球育ちのサイヤ人。あ、これが地球育ちのサイヤ人なんだね。まず、そろそろ来るかな。悟空が、違う悟空が。
ゲロー。いらん、ゲロは。フォトンウェーブ。フォトンよいしょ。ん？ごてんちゃん。なんかこれ終わりっぽかったけどさ。これで終わりかな。即ごてん。即ごてん。あ、まだあった。ヤムーチャ。ヤムーチャ、ここで来てるよ。空気読んでよ。まあ、空気読んでのヤムチャなのかもしれないね。ゼロリン。ヤムちゃん来た。いないから、多分。本人いないからさ、あのさ、ちょっと、ヤムチャが代わりに来てくれてんじゃない？これ。多分、存在アピールじゃない？ユウくん、あと1枚。あ、そっか。確定枠ってことは多分次か。次？どうだ、勝負。ん？お？違うね。え、待って待って。最後？まだだった。すごいな、私すごいゆっくりやってるね。地球育ちのヤムちゃん。幻聴ライダーちゃん。カズハリン。ヤムちゃん、ここに現れたね。多分来れなくて寂しく思ってくれてるんじゃないかな。で、ヤムちゃんに、頼んで、きっと出てもらったんだよ。これで終わりか。コリオは。あー。トゥーゴハ、うわ、トゥーゴク。え、これもしかしてチェーンで使ってるやつ？違う？わー、そうですか。これ多分終わりだね。はい。終了。終了。まあ、はっちゃん出たんでね。いいんじゃない？そう、うまくはいかないですよ。いくら私でも、引きのいいマミリンでもさ、奇跡を起こすマミリンでもさ、なかなかにね、やっぱクリスマスといえば、みんな平等にね、楽しんでもらいたいという、多分、神様からのお告げですね、これは。マミリンばっかり読むすんなよと。そういう、そういうことですかね。はい、というわけで、青龍祭を10連やらせていただいた結果でした。まあでもはっちゃん出たのでよかったかなと思っています。ご視聴本当にありがとうございました。それでは皆さん、素敵な年末をお過ごしください。次も絶対見てくれよな。